どうぞ。三好市東祖谷の国道439号下瀬2号トンネルが完成し、落合工区の全線が開通しました。地域活性化への期待が高まります。日本の原風景が残る三好市東祖谷の落合地区、急峻な山あいを通る国道439号は幅員が狭く、落石の危険性もあることから道路の改良が急がれていました。今回全長227メートルの下瀬2号トンネルが完成したことにより、落合工区の全線1900メートルが開通、この地区の通過時間が6分ほど短縮されました。総事業費はおよそ42億円です。現地では地元の小学生が太鼓の演奏で開通を祝い、飯泉知事をはじめ関係者らおよそ30人が出席して開通式が開かれ、テープカットの後トンネルの通り染めを行いました。道幅が狭かったので開通してくれて、まあとても嬉しいです。思ったより広くてすごかったです。まあ時間がかからんってとこがいいなって思いました。もうちっとでもな距離が近くになって池田の方へね、最高ですね。食べるものは池田の方へ買いに行ったんですよ。車で行かなきゃからね、便利はいいと思いますよ。午後3時からは一般車両の通行も始まりました。地域の生活道路としてのみならず、防災道路としての役割や観光振興への期待も担います。いざ発災となった場合、地域の皆さん方がやはり避難をする、東祖谷の小中学校、そこへやはり向かっていくにあたって、崩れない、そして必ず通れる道路、重要な集落群を後世へと、その落合集落、そちらもあるわけでありましてね、ぜひ地域の皆さん方とともに大いに発展できますように。生活に身近な道路の開通により、日々の暮らしがさらに安全で豊かになることを期待したいですね。